皆さん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。いつもの恒例のチャンネル登録者さんが7万人になりました。わーい、あほーい、大変なこっちゃぜというご挨拶の動画でございます。なんか正直な自分の気持ちとしては、なんかこう6万人だ、わーいみたいなことを言ってたのが、なんか先月ぐらいな気がするんですよね。でも、まあ、冷静に考えてみれば、確かにあの6万人だ、わーいって言ってた時から、まあ、何ヶ月か経ってますし、その間に31歳になってますし、まあ、7万人になったりするときも来るかなんて、なんかこう、なんか釈然としないというか、なんかこう、すごい、なんか時の流れを嫌がおうにも、なんか実感させられるみたいな感じで、なんかすごい、この、なんかこう、がっかりというか、なんかこう、とほほです。なんかいつも、とほほって言ってる気がしますけど、なんかすごいとほほな気持ちでございます。感謝とか、なんかこうね、喜びとかを通り越して、なんか驚きとともに、とほほな感情が芽生える今日この頃でございます。でも、まあ、そんなことは無視して、まあ、そうやってね、着々とチャンネル登録者さんが増えていくのも、まあ、再生回数が増えていくのも、こうやって健やかに毎日を過ごしているのも、健やかに元気に31歳を迎えられたのも、ひとえにいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当に感謝をしております。いつもいつも。ありがとうございます。同じことを言うんですけども、くだらない話が多くて本当にすみません。なんか楽しんでいただければいいんですけれども、なんかこう、なんかいつも申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。で、まあ、前回の6万人の時の動画の最後で、まあ、続きはまた次回みたいなことを僕は言いましたが、まあ、前回の時にその、なんかこう、人生を振り返るじゃないですけども、自己紹介みたいな感じで、まあ、いろいろこんなことがあった、こんなことがあったという感じで、中学生の時まで話をさせていただきました。で、まあ、結構動画が長くなってきたので、まあ、じゃあここから続きはまた次回だね、うふふみたいな感じで、締めさせていただいたんですけれども、まあ、今回はその続きを話させていただこうかなと思います。Twitter でもこの間、そろそろ7万になるんですけれども、なんかフリートークっぽいことをやってみようと思います。何かリクエストありますかみたいなことを聞いたら、前回の続きみたいな感じでたくさんリクエストをいただいたので、まあ、ちょっとその話をしてみようかなと。正直なところ、僕としては、こんな話聞いてて面白いのかと、なんかすごくこう疑問に思うんですけれども、まあ、興味がある方だけご覧いただければという感じでしょうか。僕の人生に興味がある方だけご覧いただければと思います。別にそんな大したことないんで、本当普通ですよ。すげえ普通です。すげえ普通の人生を過ごしております。別に高校生だから、そんな面白いことがあるわけじゃないです。じゃあ、滝沢少年が高校生の頃の話。もうちょい遡って、まあ、中学校3年生のとある時期になると、僕もご多分漏れずにその進路を決めなきゃいけない時期になってくるわけですよ。で、僕はその何も考えてなかったので、滝沢少年はこの時期何も考えてないんですよ。何も考えてないです、本当に。別にその進路って言われても、まあ、高校行ければいいかなぐらいに考えておりまして、別にどこに行きたいとか、何にしたいとか、そういうことが全くなかったんですよ。なんで自宅から徒歩5分で行ける橋本高校というところに行きたかったんです。橋本高校。で、その三者面談というんですかね、その僕とおかんと先生でこういろいろこう話をする中で成績の話とかして、まあまあ、このままの成績だったらまあ大丈夫でしょうと。まあ、特にそこから、ね、なんか怠ったりとか堕落とかしなければまあ大丈夫だよと。まあ、このままなんかいいペースで頑張ってくれよみたいな。なんかそんなことをずっと言われ続けてたんですけれども、その高校の願書を出す1週間だか2週間前ぐらいになったとき、友達にこう聞いてもらったんですよ。そういえばどこ行くのという感じで聞いてたら、仲のいい友達がみんな口を揃えて、橋本高校ではなく城山に行くって言い出したんですよ。で、僕はそれを聞いて、みんな城山、え、マジで俺、橋高って言ってたんだけど、どうしよう、俺も城山行きたいみたいな感じで、願書を出す1週間だか2週間前になって、まさかの志望校変更っていうね、そのぐらい。何も考えていない感じでございます。でも、特に受験勉強とかしているわけでもなく、調べてみたら、城山高校偏差値今44みたいなんですけれども、まあ、お世辞にもそうなんていうんですか、その頭がいいというか、なんですか、その、まあ、なんていうんですか、まあ、そういう学校なので、まあ、特に受験勉強とかすることなく、まあ、テスト当日、受験当日にさらさらっと書いて、なんかまあ大丈夫っしょみたいな感じで、封書が届いて、パッと開けたら合格と書いてあって、まあそんなもんでしょうみたいな感じで。なんか滝沢少年は何も考えずに、すごい舐めた態度で晴れて高校生になることができました。なんかこの動画をご覧いただいている皆様の中にその受験生っていらっしゃいますかね。なんかその大学受験とか高校受験とかで。ダメですよ。ダメな例です。こういうダメな大人にならないように今勉強していると思ってください。
なんかこう、なんかね、こういう影響はよくないです。これダメな例です。これダメなテンプレートなんて、本当もう僕みたいな大人にならないために、ちゃんと受験勉強を頑張りましょう。その立派な良い大人になるためのその糧だと思って、ちょっと大変だと思うんですけども、勉強を頑張ってくださいませ。僕が言ってもすげえ説得力がねえと思うんですけども、まあ本当に僕からの切実なお願いでございます。こういう大人にはなっちゃダメだということを、まあ口を酸っぱく言わせていただきます。こういう大人になっちゃダメだ。こういう大人になっちゃダメだ。もういいか。でも本当にそこはお願いします。で、まあ、その涙態度で、滝沢少年のケースでは、滝沢少年の場合は、晴れた高校生になりました。で、まあ、高校1年生になって、ギター同好会というものに、所属をします。まあ、簡単に言えば、軽音楽部みたいなものですね。でも、その時、その軽音楽部というものが存在しなかったので、まあ、ギター同好会という名前で、まあ、その軽音楽部っぽいものが活動したと。まあ、唯一何が違うかというと、管理がずさんということと、部費が出ないということでございます。で、まあ、部費が出ないので、じゃあどうしてたのかと言いますと、本当にみんなで、ね、その機材を持ち寄って、なんとかこう活動していたような感じです。そのドラム持ってくる人がいたりとか、アンプ持ってくる人がいたり、マイク持ってくる人がいたりとか、マイクスタンドとか持ってくる人がいたりとかして。で、僕自身もギターアンプ3つぐらい持っていきましたし、ギター安いギターとかも何本、2、3本ぐらい。アコギ、エレキ持っていってるはずですね。で、なぜかバイオリンとかトランペットとか、そういうよくわからない楽器を持ってたんですけれども。だからそんな感じで、そのみんなの持ち寄りで、なんとか成り立てたような、同好会でございました。部活ではなく同好会。まあ、その中でその、ね、誰々が機材壊したとか、そういうトラブルとかもあったりとかしたんですけれども、まあ、割と仲良くやってたんじゃないのかなと、今となっては思います。で、このギター同好会に所属をして、僕の学年は全部で10人くらいかな。いたんですけれども、その中で初めてそのバンドというものを組んだかなという感じです。ギターがいて、ベースがいて、ドラムがいて、ボーカルがいてと、まあ、そういういわゆるバンド編成ってやつですね。中学校のときもその1回だけリハーサルをするみたいな感じで集まったり、1回だけリハーサルするで集まったりみたい なんかそういう経験は何度かあったんですけれども、この面と向かっていろいろ話をして、音楽の話をしたりとかして、あ、いいね、いいね、じゃあちょっと一緒にやろうよみたいな、なんかそういう流れで組んだバンドっていうのは多分これが初めてです。この時に仲良くなった友達とかね、いまだにつながってたりとかもするんですけれども、まあ、すごいなんか面白く活動しているような感じでございます。で、ギター同好会、多分今の軽音楽もどこもそうだと思うんですけれども、まあ、全学年合わせてもやっぱり6割、7割、8割がギターなんですよね。ギタリスト多すぎだろうと、僕もすごく思っておりました。で、滝沢少年何も考えてないんで、じゃあどうしたらいいかと言いますと、ああ、ギター弾ける人がこんだけいるんだから、もう俺ギター弾かなくてよくねえと。俺、ドラムやるわと。なぜか、ドラムに転向でございます。今でも多分そうだと思うんですけども、ドラムとベースってすごい少ないですよね。なんで、僕はそのドラムになった方がなんかみんなの手助けになるんじゃないかなと。まあ、もっと平たく言えば目立てんじゃないかなと。なんかいろいろ活動できるというか、なんか活躍できるんじゃないかなみたいな、そういういらしいマインドもあって、ドラムに転向します。でも、心の奥底では、まあ、俺がギター一番うまいけどね、みたいな、なんかそういう天狗マインドみたいなのも、まあ、若干ありました。がまあ、ドラムでバリバリと活動します。で、ギター同好会、なんだかんだで結構イベントをたくさんやってて、まあ、文化祭をはじめ、まあ、クリスマスイベントやら、なんとかイベントみたいな感じで演奏する機会もあって、でまあ、そんな、ね、イベントで演奏したりとかするもんで、滝沢少年の高校1年生の最初の半年間くらい、6ヶ月間くらい、実は、ちょっとこんなこと言うのもはばかられるんですけども、実は、滝沢少年すごくモテます。ちょっとはばかられますけど、こんなこと言うのは。ね、でもまあ、そんなね、なんか中学校から高校生の時ってその、なんていうんですか、そのなんかこう思春期真っ盛りみたいな感じで、なんかね、男の子も女の子も恋に恋焦がれるみたいな、なんかそういう時期じゃないですか。で、その中でその、ね、男子がたくさんいる中で、なんかこう、おとなしいグループとか、勉強ばっかりしているグループとか、なんかその中でさ、ちょっとこうやんちゃなグループとか、目立つグループとかあるじゃないですか。で、その目立つグループの中にいて、なおかつこんなね、なんかライブとかでこうバババッとなんかいろいろこうイベントやっちゃったりとかして、で、僕、その家からそのアコギを持ってって、なんか教室でギター練習したりとかしたんですけどもね、普段ライブでドラム叩いてるんだけど、なんか実はギターめっちゃうまいやんみたいな感じのギャップとかがあったりとかしたせいか、6ヶ月間、すごく、なぜかモテます。すごくモテます。今、冷静に考えてみれば、すごくモテたなと思います。
僕が中学生のときっていうのが、そういう女の子に全く興味がなくて、ずっとこう友達と遊んでる方が面白いやみたいな、なんかゲームでしてた方がいいやみたいな、ギター弾いてる方がいいやみたいな、そういう時期だったんですけども、まあ、なぜか知らないですけども、武田少年、高校生だったら一気に色気づいてしまいまして、なんかそういう女性を意識するわけでございますよ。で、まあね、ちょっとこう女の子を意識し始めたら、やたらなんかモテるからとか、なんだこれはと、まあ、こういうもんなのかなと思いながら、まあ、いろいろこう調子に乗りまして、6ヶ月間モテます。なぜ6ヶ月間かといいますと、まあ、この間にいろいろこうやんちゃをしでかして、そのクラス中というか、まあ、学年中の女子からその愛想を尽かされるという、なんかそういうハプニングがあったりとかするような感じです。まあ、自分で言っててもなんかしょうもないなと思うんですけども。なんかこう、覚えているのがですね、高校1年生のときに修学旅行じゃないですけど、なんかこうキャンプとか、なんかそういうなんか遠足みたいな感じで、なんかどっかしらに一泊したんですよ。なんかどっかしらに一泊したんです。で、その一泊だから、まあ、二泊だから忘れちゃいましたけども、まあそのホテルがあって、まあ、その消灯時間過ぎたら、もう誰も外に出るなよってなるじゃないですか。誰も外に出るよってなるじゃないですか。で、まあね、みんなアホやから、その夜な夜なこう、ね、外に出るわけですよ。なんかで、三原先生いねえかなみたいな感じでこう、ね、連絡取ったりとかして。で、僕もご多分漏れずになんか、ね、なんか深夜0時ちょっと前ぐらいやってきたら、ね、こうパコソ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 と、なんかその暗いホテルをこう、ね、こうね、フラ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 し。で、その時、僕の友達2人かな。僕と友達みたいな感じで3人で、そのまあ女子の部屋に行って、で、こうパッと扉を開けて、なんかこう、UNO とかカードゲームみたいなことをやりながら、こうバカ騒ぎをしてるわけですよ。で、その廊下に聞こえるほどバカ騒ぎをしてるわけですから、まあ、もろバレでございまして、その先生がね、その、もうバーンってこうドアを開けて、ちょっと男子外出ろみたいな感じで、もうすごい形相で怒ってると。まあ、女性の先生だったんですけれども。で、まあ、その僕とその友達と友達3人がその、ね、廊下で、廊下の端っこの方で、この正座をさせられ。もうね、ショート時間過ぎたら外に出るなっつってんの、お前らなんでわかんねえんだと。もうね、本当もね、言葉が理解できへんのか、お前どんだけ頭が悪いんだみたいなことをすごいぐち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 言われ、平成やせん、平成やせんと。で、その先生がもう、特に滝沢はさ、もうなんでもない、みたいなことを言われたのをなんかすごく覚えております。え、特に滝沢はさ、なんでもないって、え、そのなんでもないって、その先には何があったんだみたいな感じで。まあ、今、冷静に考えると、まあ、そんだけしょうもなかったんだなということがなんかわかるんですけれども、まあ、そのぐらいしょうもない時期でした。ちょっとこのモテるの話はちょっと忘れてください。これなしです。これなかったことにしてください。これカットです。まあ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 、ギター同好会に所属してこうドラム叩いてなんか楽しい日々を過ごしておりましたよということです。もうちょっとも真面目な話をしますと、滝沢少年、高校1年生のときに楽天というものを学びます。誰かからお勧めされたんですよね。誰かかちょっと忘れてしまったんですけども、誰かからお勧めされたんです。音楽理論を学ぶんだったら、楽天読んどけば間違いないよということを言われたんです。で、滝沢少年は、なんかこの時からその興味を持ったことについては、すごいもう突っ込む習性がありましたので、え、何、楽天というものがあるのか、音楽の辞典と書いて、楽天、こりゃすげえぜみたいな感じで、まあ、すぐ楽器屋さんに行って、その楽天を買って、まあ、パラパラパラと読んでみると。で、楽天を見たことある方はわかるかと思うんですけれども、すごいこの口調がわかりづらかったりとか、なんか昔言葉っていうんですかね。なんかすごい読みにくい口調で書いてあったりとか、専門用語がもうバリバリ出てきたりとかして、全然理解させる気ねえだろ、これみたいな。なんか今となっては、その現代においてはなんかそんなふうに思ってしまうぐらいにわかりづらいんですよ。でも、まあ、滝沢少年、一回興味を持ったからには、もう絶対これ理解してやんぞという感じで、もうずっとノートを取ったりとか、わかんないことはインターネットで調べたりとかして、なんか理解を進めていったような感じです。で、付属の問題集とかも全部解いて、ノートが真っ黒になるぐらい、本当にもう何回も何回も計算したりとか、こうね、試行錯誤したりとかして、100% とはいかずとも 90% ぐらいはこのくらい、この頃理解してましたね。なんで、この時にその音楽理論みたいなことは、まあ、ほとんど身につけ、ほとんどってわけじゃないですか。それの音楽理論の基礎みたいなのを身につけたかなという感じです。幸いは、まあ、僕の学校がすごい緩い学校なので、なんかこう授業中に楽天開いてこうノートとか取ったりとか、ね、問題集取れたりとかしてるじゃないですか。で、例えばその、ね、数学の授業とかあったら、その、ね、数学の先生がつか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 と、ね、この机の前に歩いてきて、ちょっと滝沢となんか言われるわけですよ。あ、なんでしょうみたいな。ちょっと今、数学の授業中なんだけど、お前何やってんだと言われるわけです。僕今その音楽理論の勉強をしておりまして、音大に行こうかと思ってるんですみたいなことを適当なことを言うと、おお、そうか、頑張れみたいな感じで帰るみたいな。なんかそんな環境だったので、まあ、すごいストレスなく。ストレスなく。こんなこと言っていいのかな。まあでも、そういうストレスなく勉強を進めることができました。まあ、これはもう学校の性質ですね。なんかこう、ある日突然金髪にしてと思って、こう家に帰って、そのブリーチにやって、その頭が金髪になって、で、翌日学校に行って、ね、なんかこう先生にね、おい、ちょっと滝沢、ちょっと、滝沢、滝沢、滝沢、ちょっとお前、どういうことだ、それはと。
言われて、ああ、すみません、ちょっと朝起きたらこんなことになっちゃって、ごめんなさいみたいなことを言うと、もういいわみたいな感じで諦められるみたいな、なんかそういう学校だったんですよ。なんか、ダメですよ、本当にそういうところで育つと、なんかダメな人間やってしまいます。あかんです。なんかおすすめで聞かれます。で、次はちょっとまた、これ、徒歩エピソードなんですけれども。滝沢少年、高校1年生のときに人生で最初で最後の停学になります。まあね、滝沢少年、何も考えてないっぷりがもう半端ないんで、高校1年生の9月のときに、まあ、その16歳になるわけじゃないですか。で、16歳になって、まあ、原付免許を取りに行こうみたいな感じで、友達と一緒に、ね、こう10人くらいでわっと原付免許を取りに行って、免許を取得して、で、まあ、アルバイトをして、原付を買って、で、こう乗ってみたときに、すごい感動したわけですよね。うわ、これすっげえ面白いなと。なんて便利なんだと。これ使えばすげえ楽に遠くまで行けるじゃねえか。こんなもんどんどん使っていかなきゃ損でしょみたいな感じで、もうすごい偉い感動するわけです。で、滝沢少年何も考えてないから、もう毎日学校はこれからバイクで行こうって、原付で思うってなぜか思うわけですよ。で、まあ、その幸い、その城山高校という前には津久井湖記念館という公園みたいなところがあるんですけれども、だからそこにこうバイク止めていけば、まあいいかななんていう感じで。まあでも冷静に考えてもそのね、その学校の駐輪場にバイクが止まっているところを見たことがないから、多分学校にバイクは止めちゃダメなんだなと。まあ、そこまでは理解できて、じゃあちょっとバイクどこ止めようかなと思ったら、その作り込み記念館に止めればいいかという感じで、その公園に止めることにしたわけですよ。で、このね、毎日毎日こうね、学校にその、ね、バイクで行って、止めて、その学校行って、で、その帰ればまたそれで行って、みたいな感じで、それね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい続けるわけじゃないですか。で、滝沢少年、その学校が終わって、そのバイクに乗ってこう、バーッと帰るときに、その中の英語の先生とすれ違ったわけですよ。で、その英語の先生とね、すごい本当に仲が良かったんで、あーんとか先生、どうもさよなら、みたいな感じで、こう手を振って、こう、にこやかにこうね、すれ違うと。で、翌日、朝、学校に行ったら、その何々先生がこう、ね、バババッと今度、ね、結構その、ね、血相を変えて飛んできましたよ。ちゃんと滝沢と。お前、昨日俺に挨拶しただろうと。俺はまあせっかく見て見ぬふりしてるんだから、お前いちいち挨拶するんじゃねえよ、バカじゃねえのかと。すごいこう、ね、もうひたすらこうバババッと言われるわけですよ。え、何のことみたいな。まあ確かに手を振ったけれども、挨拶したけれども、見て見ぬふりしてやったのにとか、なんか怒られるとか、なんかちょっと俺意味がわからないみたいな感じで。で、これで、そこで何を滝沢少年は学んだかと言いますと、バイクで学校行っちゃダメということをそこでやっと学びまして、あ、そういうことなのか。どうりで駐輪場にバイク止まってないし、なんか津久井湖記念館のバイク止めているところもなんかすごい端っこの方にそそくさと止めてるなと思ったんだよね。なんかおかしいなと思ったんだよ。なるほど、学校バイクで行っちゃダメなんだね。誰か早く教えてよみたいな、なんかそういう楽観ぶり。でもまあ、滝沢少年はそこで、ね、反省するわけでもなく、毎日毎日そのバイクで学校に行っては、そのね、止めて学校に行ってなんていうのをひたすら繰り返して、まあ、ある時学校終わってその記念館のその止めているところに行ったら、僕のバイクの周りにその3人くらい先生方が、ね、こう仁王立ちで立っていらっしゃって、まあ、その怖い体育の先生とかですか、なんかそういう類の先生がです、ね、まあ、立っていらっしゃって、僕が近づくなり、おお、滝沢と、これはお前のバイクかと聞かれるわけですよ。で、まあ、僕はもう、ね、自信満々に、そうですって答えて、ちょっと職員すごいと言われ、すごい怒られ、すごい怒られ。で、このなんか、ね、原稿用紙3枚ぐらいにその反省文を書けと言われ、で、お前はちょっと向こう3日だか4日だかの定額だと言われて、その原稿用紙をちょっと、ね、その3日だか4日だかの間に埋めてこいと言われ、まあ、家でもね、そういうことだと、原稿用紙3枚とか別に書くことねえし、どうするんだこれみたいな感じで、ひたすらすみません、すみません、すみません、申し訳ございません、すみません、すみません、申しませんみたいな感じで、ひたすらこう、ね、埋めて、まあ、まるで反省の色ゼロな反省文を書いて、まあ、それをこう出して、さすがにそこでね、ちょっと学んで、まあ、あんま学校をバイクで行きすぎるとちょっと怒られるなと思ったんで、まあ、そこからその自転車とバイクの半々の生活になったんですけれども、まあ、ちょっとそんな時期もありました。これが多分人生最初で最後の停学でございますね。これはまあ、しょうもないエピソードでございます。まあ、そんな高校1年生の時期でございました。ちょっとまあ、高校1年生はちょっと盛りだくさんだったかもしれません。で、高校2年生になると、ちょっとこれまた真面目な話ですね。クラシックギターを真面目にやり始めます。クラシックギターに興味を持つって感じですかね。ガットギターは前から持ってたんですけれども、クラシック的なことは一切やってなかったんですよ。普通にこうアコギ、フォークギターみたいにそのストロークをしたりとか、ちょっとアルペジオしたりとか、基本的にはやっぱエレキギターでこうバリバリ早弾きしたりとか、あと流行ってるグレイラルフルらしい、あとハイスタンダード、スネイルランプとか、なんかその辺のを、ね、こうペラペラペラと弾いて遊ぶぐらいで、あんまソロギターっぽいことはまだやってなかったんですよね。でも、まあ、テレビかなんかで見たと思うんですけれども、クラシックギターの本当に上手い人って、1本のギターから3つのパートぐらいが同時に聞こえてくるんですよ。で、それを聞いて、
クラシックギターやべえなと。えらく感動して、ちょっと家にガットギターがあるから、それでクラシックギターっぽいことを頑張ってみようみたいな感じで、ちょっとソロギターっぽいことを始めます。そうですね、クラシックギターに興味を持つというよりも、ソロギターっぽいことに興味を持つって感じですかね。なんか普通に、禁じられた遊び、愛のロマンスから始まり、そのトレボロを練習して、アルハンブラやったりとか、あとロンドとかカプリースとか、アストリアスとか、なんかそういう、あとトルコ行進曲とか、なんかそういう、なんかいわゆる登竜門というか、そのね、練習曲みたいなのを、まあ、この時に結構頑張って練習をします。X の大事がギターうまくなりたかったら、なんかクラシックギターやるのがいいよみたいな、なんかそんなインタビュー記事が読んだ、インタビュー記事を読んだみたいなのもきっかけなんですけれども、まあ、クラシックギターでソロギターっぽいことをやっております。で、まあ、この頃からもね、ゲームの類はもうほぼ全然やらなくなります。もうゲームやらないです、全然。もう普通にギターを練習するか、それともまあドラムとかで遊ぶか、もしくはバイクにすごい強い興味をこの頃抱いているので、まあ、バイク維持ですね。まあ、バイクといっても原付ですけれども。まあ、原付の、カバーをバッと開けて、なんか普通にこのプーリーのウェイトローラーとかを、ね、その交換したりとか、なんかこうキャブを調整したりとか、なんかこの加速が良くなったとか、なんか最高速が伸びたみたいな、なんかそんなことやったりとか、なんかこうマフラーに穴を開けたりとか、なんかフィルターがどうたらこう、エアフィルターがどうたらこうたらとかって、なんかそんなのを通したすらやってるような感じです。バイクか音楽か、まあ、部活かみたいな感じで、結構健全な生活でしたね。2年生になって最初1学期の頃に、なんかこう気が向いて勉強する時期があるんですけれども、まあ、そのぐらいですかね。それも真面目な話といいますか。高校2年生になって、なぜか僕は勉強できるやつになってみたいってなぜか思うんですよ。それまで全然しないのに。で、その1年生になって、2年生の1学期になって、そのね、本当に今までその適当にこう、ね、なんかノートに落書きとかしたりとか、学点とかやってたような人が急に真面目に、ノートを取り、宿題とか提出物もすべて提出し、で、テストも普通にこういい点数を取り、なんかこう急に勉強する人になったから、もう周りの先生方も、ね、すごい驚いて、お、滝沢どうしたと。滝沢どうした、滝沢最近もすごいじゃないかと。で、もう、すごい褒めてくれるというか、のもあったりとかしてて。で、1学期が終わって、その成績表が出るじゃないですか。で、その学年順位を上げたかったんですけれども、1学期のときのその学年順位が普通にもう200番ぐらいこう一気にこうバッとこう、ね、良くなったんですよ。1年生のとき多分300何位とかなんですけれども、なんかとりあえず2年生のときはその2桁だった覚えがあります。で、それで、ああ、やっぱ俺、できるやつなんだなと、やればできるんだなということにすごく満足して、2学期からはもう勉強はやめたという感じで。で、2学期始まって、ね、すごいいろんな先生方から。滝沢どうしたと、あの1学期良かったのに、2学期になったら全然ダメじゃないか、まあ、どうしたんだ、どうしたんだってすごく言われるんですけども、すいません、勉強に飽きたんですっつって、まあ、また音楽とバイク三昧の日々に戻るわけでございますが、まあ、そんな時もありました。で、高校3年生になって、高校3年生に滝沢少年は普通に春休をします。別に成績そんな悪いってわけじゃないんで、まあ、悪いか、悪いですね。うん、下の中って感じですかね、下の中。うん、300位はちょっと言い過ぎだな。250位ぐらいを低迷する感じでございます。下ですね。下です。で、高校3年生のとき、3月かな。始業式が始まる前なので、4月の頭か、まあ、3月の終わりか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、教科書を買う日ってあるじゃないですか、教科書を買う日。で、まあ、その学校がない日にその指定されて、なんかね、その学校に行って、お金を持って学校に行って、まあ、その教科書を買うという日、まあ、多分どこの学校もあると思うんですけれども、僕がいた城山高校でもそれは多分漏れずにありました。で、その教科書を買う日になって、まあ、お母様に、お母様、今日は学校に行って教科書を買う日でございますと、ちょっと申し訳ないんですけども、お金をいくばくか恵んでくださいませんかみたいなことを言って、まあ、お金をいただき、で、そのままバイクではなく自転車でキコキコキコと学校に行き、まあ、友達とこう、ね、いろいろ話をしてね、このあははなんて、まあその販売所まで行くと。で、その販売所に行って、その教科書の一つ一つの値段を、なんかすごいこう冷静に考えたんですけども、なんかすげえ高えなと思ったんですよ。で、滝沢少年はまたこうね、アホやからね、なんか冷静になぜかその時考えちゃったんですよね。まあ、何十冊と教科書を買うけれども、何十冊と教科書を買って何万円とかするけれども、考えてみたら1年生の時も2年生の時も半分以上使ってねえぞと。これ本当に買う価値あんのかなっていう感じで、なんかそれ滝沢少年はちょっとこうね、プリプリしながらなんかこう考えるわけですよね。これ本当に教科書買うべきかどうかなみたいな感じで。で、こう先生方にも、滝沢少年はアホやからね、そのね、これ先生、これ教科書買わなきゃダメですかみたいな。
こと聞いて、いや、それは前、だって教科書があったら授業どうすんだよみたいなことを言われて、まあ、それはそうなんですけども、これ本当に必要ですかね、だってみたいなことを言って、で、こういろいろとこの指紋をした末に、滝沢少年はなぜか、教科書買うのをやめようっつって、そのまま自転車でキコキコキコと家に帰ります。で、そのままお母様に、お母様、今日教科書を買いに学校に参ったんですけれども、なんかこう冷静に考えれば、教科書全然使わないくせに、なんかすげえクソ高いんで、別にこれ買わなくてもいいかなと思って、買わなかったです。なんで、このお金はそのままお返しします、お母様みたいな感じで。で、うちのお母様はアホやから、ね、いや、教科書買うって大丈夫なのと、なんか聞かれたんですけども、多分大丈夫、なんとかなる、大丈夫みたいなこと言ったら、まあそうかっつって。なんかすげえ、じゃあ飯でも食いに行くかみたいな感じで、すべてが丸く収まったんですけれども、まあ、高校3年生のときは教科書がないまま、過ごして1年を迎えます。まあ、無事卒業できるのがすごいもう驚異的な感じですけど、何やってんだって感じですよね。で、まあ、高校1年生のときも先ほどちょっとモテるなんて話をさせていただいたんですが、高校3年生のときの一部もちょっとモテます。ちょっと小さくモテる。1年生のときにそのギター同好会というものに所属したという話をしたじゃないですか。で、2年生のときにその新任じゃないか、その違うところからその、ね、移転なんていうんですか、移動かな、その転勤あ、学校の場合なんていうんでしたっけ、まあ、その移動してきた先生がいて、その先生は結構その軽音楽部とかに対して情熱、パッションを持っている先生だったんですよ。その先生がギター同好会、こんなのはもうあかんやろ、ちゃんと部活にしなきゃみたいな感じで、僕は高校生2年生のときにすごい頑張ってくれたみたいで、高校、僕3年生になったら、その軽音楽部というものが設立されました。軽音楽部。そんな適当に、そんなね、運営をずさんなままで終わらせるんじゃなくて、ちゃんと部費も出してもらって、部室も用意してもらって、ちゃんとイベントもしっかり企画をしてもらって、やっていかなきゃいけねえという感じで、その先生が2年生のときに頑張ってくれて、3年生のときにいよいよ、まあ、軽音楽部になったと。まあね、部活になったばっかりで、僕は3年生のとき、高校在学中はその部費をもらったりとか、なんかイベントを用意してもらったりとか、そういった恩恵には預かれなかったんですけれども、まあ、同好会ではなくても部活にしようという感じですごいこうシェイプアップをしていったような感じです。同好会のときは結構部員数、同好会員数はすごいたくさんいたと思うんですけれども、軽音楽部になったときにその先生が、そのフラフラしているような幽霊部員みたいなやつはもう全員クビだと、いらねえという感じで、多分全体で6人かな。6人、7人、8人、そのぐらいですね。3年生、僕の学年で4人で、2年生は2人で、1年生が1人だか2人だかという感じだったんですけれども、なんかそういう、 こう、ね、少数制みたいな感じの、なんか体系になっている感じです。で、まあ、3年生のときも、まあ、少なからずそのクリスマスイベントやらなんかその、ね、文化祭のイベントやらというのそういうのがあったので、まあ、そのときにこうちょろちょろ演奏したりとかして。で1年生とかから、まあ、ちょっとこうモテるみたいな感じで、3年生始まって3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月ぐらい。で、滝沢少年はまたこの時も、ね、調子乗るので、3ヶ月ぐらいで愛想をつかされるということがあるんですけれども、まあ、そんなこともあったりとかしました。なんか地味に3年生の時にその、ね、なんかテレビの企画みたいな感じで、そのテレビに出演したりとかしたこともあるんですけれども、まあ、そんなことも相まって、ちょっと話題になっていたような感じでございます。でも、まあ、普通に真面目に部活やってたかなって感じですね。で、まあ、高校始まってすぐもそれは明確だったんですけれども、その進学をもししたければ、自分で稼ぐか奨学金みたいなことは、ね、当てにしてくれと、なんかそう言われてたわけですよ。とりあえず学費は出さねえぞと、家庭の方から言われてたので、まあ、もう3年生になっても特にその進路で悩むこともなく、じゃあフリーターでいっかみたいな感じで、このまま卒業して、まあ、フリーターになったと。無事じゃないか、まあ、フリーターになったような感じでございます。いや、ちょっとこのモテる話は忘れてください。これなかったことに。でもあれですよ、なんかこの別にそのギターやってるからモテるとか、ライブやってるからモテるとか、そういうわけではなくて、なんか僕が思うにあれなんですよ、その根拠のない自信をある程度モテれば誰でもモテると思うんですよ。まあ、なんかこう、ネタっぽくなんかこう、僕モテたい、モテたいみたいなことを冗談でたまに言ったりとかしますけれども、なんかこのくらいの、ね、その年代だったら、そこそこの清潔感とそこそこの身なりと、あと、何をするにしても、なんかこう俺なんかダメだからとか、なんかね、俺はできないよとか、俺はダメだよ、俺なんかみたいなんじゃなくて、なんかこう、とりあえず振られたら、あ、やってみようかなとか、なんかよくわかんないけど、多分できんじゃねえかなみたいな感じの、へへ、俺すげえだろみたいな、そういうひけらかす感じではなく、なんか普通にこう個人としてしっかりしてれば、別に誰でも持てるんじゃないのかなと思うんですけどね、この時期に関しては。
逆にその引っ込み思案になったりとかするとね、その自分のアピールというのもそういうのに結びつかないですし、本当につまんない人間、本当に魅力がない人間、本当に面白くない人間というのはなかなかいないものなんで、特にこの時期なんかすごい多感な時期なんでね、普通に接していれば絶対女の子はこうバーッと接する中で自分のいいものを見つけてくれると思うんですよ。なんでまあ、もし今度は高校生の方が見てくださったら、そこそこの清潔感、身なりですよ。そこそこの清潔感と、まあ、その身だしなみと、あと、自分に自信を持つこと、この3つをちゃんと持っていれば、別にギターやらなくてもモテると思うので、ちょっと肝に銘じておいていただければ嬉しいなという感じです。特に1年生のときとかは、すごい多感な時期ですからね、恋に恋焦がれる、青春真っ盛りの時期ですよ。こんなときにね、なんかこう、引っ込み思案せずに、ちょっと自信を持っているだけで魅力的に映るものでございますわ。そんな感じです。まあ、僕の人生3回あると言われているモテ期は1回目、2回目で、ここで終わっているわけなんですけど、まあ、そんな感じでございます。で、まあ、3年生が終わって、そのまま普通にフリーターになってって感じですかね。うん。長くなってきたからやめようかな。うん。まあ、軽くお話しさせていただきますと、まあ、18歳のときに高校を卒業してフリーターになるわけじゃないですか。まあ、居酒屋のアルバイトとか、コンビニとかのアルバイトかな。とか言って、で、その間にそのバンドをやったりとかして、なんか普通に居酒屋のバイトを深夜3時に終わって、そのまま家帰って寝て、で、朝、まあ、10時とかに起きて、メンバーと合流して、リハーサルして、ライブやって、で、そのまま夜10時からまたコンビニのアルバイトに行くみたいな、結構そういうことを続けてたので、なんかね、今考えればちょっと働きすぎというか、何やってんのって感じですけども、なんか当時はその居酒屋でバイトすることも楽しくて、コンビニでバイトすることも楽しくて、もちろんバンドもすごい楽しくて、なんか知んないけど。毎日はつらつと動いてるような感じです。ギターもめっちゃ練習しましたし。当たり前ですけども、その高校3年生のとき、周りの友達はみんなそのバンドとか音楽とか楽器とかやってるものですから、専門学校行ったりとか、なんか音楽学校行ったりとかしてる人たちばっかりだったんですよ。で、そんな人たちを横目で見るさなか、まあ、ぶっちゃけ僕もそういう専門学校とか、ね、音楽学校とか行きたかったけれども、まあ、学費の都合で、まあ、行けず、うん、かといって奨学金をどたらこうたらっていうほど本気っていうわけでもなく、で、まあ、滝沢少年はね、その時は、なんか別にかっこつけるわけじゃないですけども、もう専門学校とか行ってるやつよりも上手くなってやろうとか、なんかそのね、音楽学校とか行ってるやつよりも理論に詳しくなってやろうとか、なんかそういう反骨精神みたいなのがあったので、結果的に、まあ、行かなくてよかったかなと、今僕は思っております。僕は思っております。そういうのが必要な方もいらっしゃいますけどね。で、まあ、それが20歳くらいまで続いて、このままではダメだということで、居酒屋とか、コンビニとかのアルバイトも辞めて、もうバンドもこのままでは食えないと思って辞めて、まあ、もうちょっとかな、22、23くらいから音楽で食っていくためにはさあどうしたらいいかみたいなことを真面目に考え出し、まあ、今に至るという感じでございます。この辺の話は多分今後しないと思うんですけれども、まあ、そんな感じです。簡単にお話をさせていただきますと、31歳になりました。いつの間にやら。まあ、そんな人生でございます。結構長くなりましたね。やっぱり30分になってしまいました。まあ、そんな感じで、こんな話を本当に聞いてて面白いのが、ね、なんかすごい僕はすごい疑問なんですけれども、まあね、最後まで本当にありがとうございますということです。まあ、これからもアフタービートギターチャンネル、まだまだ続く予定でございますし、たくさんの動画をアップロードしていくわけでございます。行く予定でございます。最近は、ね、毎週土曜日に1本配信しようと心がけて頑張っていたりとかするので、まあ、これからいろんな動画を楽しみにしていただければという感じでございましょうか。ギターレッスン動画以外にも、なんかね、その料理のやつとか、まあ、カバー動画とか、まあ、こういうフリートークのものとか、いろいろやってみたいなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてくださいませ。それでは、長くなりましたが、今後ともアフタービートギターチャンネル並びに滝沢勝成をよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。とほほ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